公式ウェブ生放送番組カプコン TV でつながる色気より食いて任天堂 3DS で好評配信中おしゃべりコミュニケーション女神巡りの紹介です。癒しの時間です、そうでございますね、はい、つこちゃんと楽しくコミュニケーション皆さんしてますか。だっよっしゃ、はい、今日はね、お待ちかねの大型アップデート関連のお話も聞けるんじゃないでしょうか。大型ですから、ね、大型ですよ、相当来ますよ、ね、気になりますか、なんでしょうか。いやね、まだね、ちょっと僕も把握はしてないんですけども、まあ、前回のニュースの時にこうシルエット、それが出てましたよね、はい、そういう意味では新キャラ、あれ、なるほどね、とかも、はい、ちょっと期待できるんじゃないかなと思ってます、はい、じゃあそこら辺のね、情報をちょっとご説明したいと思いますのでね、はい、はい、まずはですね、こちらの女神巡りですけども、2月上旬予定の大型アップデートによってですね、もっともっと楽しめるゲームへと進化します。はい、いくつか要素が今出ております。はい、まずは一つ目ですね、新たに3人の先輩女神が登場、シルエット出てましたね。ああ、出ましたね、はい、この3人が登場します。おお、これだ、はい、宗像三女神、三女神、うん、はい、こちらのね、先輩女神が出てくることで、うん、ストーリーが大幅追加されてですね、はいはい、女神巡りの世界がさらに広がっていくということです。で、2つ目がこう真ん中ですね。あら、はい、これ新要素の旅の思いアルバムということで、実在の観光名所をバックにあなたのつくもと、うん、記念写真、あら、記念写真の撮影ができると、うん、はい、函館とゲーム内でつくもと旅するツアーを選択します、うん、でツアーの最終目的地である撮影スポットに到着したら記念撮影モードというのがありまして、うん、そちらにして実在する観光名所画像をバックにつくもの記念写真が撮れますと、はい、でこの写真ですね、スタンプとかフレームとかいろいろデコレーションが楽しむことができるということで、はい、写真を一度見返すことができるので、写真を見ながらつくもとの思い出を話すことも可能ですということですね、うんうん、はい、こちら後ほどという感じです。はい、で3つ目が新要素の女神モーデ、うん、はい、お気に入りの女神の進行度を高めることで旅に役立ついろんなご褒美をもらうことができるという新要素になります。進行度はお賽銭を捧げることで高めることができますね、はい、これまで進学試験を受けなければ出会えなかった先輩女神たちに女神モーデすることでいつも会うようになることができるということです。はい、またランクを最大にすると先輩女神からご褒美としてここでしか入手できないアクセサリー等がもらえます。全ての先輩女神の進行度を最大のランクまで上げると巫女の真意と巫女の花飾りがゲットできますということで、特別なアイテムですね。はい、こちら女神様に進行のお賽銭を捧げて旅を有利に進めていきましょうということで、はい、ね、じゃあ宗像三女神イラストいきましょう。これ、これ3姉妹なんですね。これ3姉妹です。風間三姉妹以来ですね、これね、この三姉妹。おお、おお、今日はちょっとなんか外しますね。あれ、今日はそんなことないよ。もうめちゃくちゃ面白い。もうめちゃくちゃ、これも声が出にくくなる。いや、もうリハの時からこれ言ってやろうと思ってたけど全然ダメだこれ。だから別の温めてたわけですよ。別の人じゃない、別の3人なんじゃない。あ、別の3人ね、おすぎとピーコとみたいな感じじゃない。ああ、そっか、その2人か。本編いきましょう、一回本編いきましょう。次の何言ってるか全然わかんない。ごめん、ごめん、ほんまごめん。皆さんダンスが得意みたい。なんかダンサーっぽい、シューズとかもね、ほんとだ、うん、まあどんなストーリーかっていうのもね、はい、はい、あ、ダンスも違うんちゃう、みんなジャズとかストリート系とか、ね、ヒップホップとかね、いろいろあるんでしょうけど、でも神様ですからね。神様だ、女神さん。どうしたの、どうしたの、あれ今日大丈夫です。はい、ふわふわして今の、うん、3姉妹ですね、はい、こちらストーリー上では50段以降で登場します、うん、50段、はいはい、こちらお楽しみにしていただければと思います、うん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 、さて、ここからはですね、実機プレイで、あら、先ほどの新要素をご紹介したいと思います。いいの、はい、いや、いいみたい、やった、はい、まずは、はあ、女神モーデ見せていきたいと思います。どんなものかということですね。はい、じゃあゲームいきましょうか。お願いします。さあ、おコスモスクエア駅やん。大阪ですね。大阪の人でもなかなか行かへん駅ですよ、はい、でこれいわゆる先ほどお伝えした
タイトルアップデートがかかった状態になってますので、はいはい、ここも下平井さんの顔の下にある下画面ですね、うんうんうん、で女神モーデって今出てるでしょ新しいの、はいはいはい、出てますね、はい、でここを選ぶと進んでいきましょうかね。あら、あら、はい、行きました、うん、わしだ、わし、うん、さあ、天寺さん、喋ってますけども、で平井さんの下の画面の、うん、平井さんの顔の下の画面の、うん、下画面で、うん、なんか見覚えないのもあるでしょ、うん、LR ボタンで早送りみたいな、そんなんついてなかったよ、今までそうなんです、そうなんです、うん、これはタイトルアップデートでつくようになりました。え、はい、おあもう天寺さん今喋ってましたね村方さん女子、うん、はいはいということで、はい、女神モーデということで女神モーデあのお賽銭を捧げる女神を任意で選べます。あはいね、上画面がああいう感じになってまして、うん、下画面がこう女神ごとですね今、うん、アマテラソオオミカミになってますけど、はい、こう下どんどん行くと雨の渦女がいて小鳥姫がいてって、うん、まあまあみんな女神いるんですよ姫あ、うん、で、あ今全部新人者になってますけど、うん、これもお賽銭を捧げることでこう新人者みたいな感じになってます、誰かにあげてみましょうよ。あら平井さん誰がいいですか。誰がいい。いやその子ちゃうな。違うこの子じゃない。あ、違う。これ、あ、これじゃ。外折姫でもない。ふっくりでもない。あっち見なくて大丈夫ですか。これじゃないな。ランダムになっちゃう。そっち見てランダムになっちゃう。この子なんか元気そうやけどな、うん、なんか自分のことばっかり考えてるような。あ、なるほど。じゃあ次、次のね。一回こっち確認してんだ、これ。あ、この子はな、ちょっとな。自分が強すぎるな。あ、なるほど。じゃあ次、次の人行く。あこの子もいいけど、この子リハで選んだからな。あ、なるほどね。石こり止めね。はい。うん、じゃあ他、次行きますか。あ、この子いやいや、こっち見てる。雨の作目。もう下見んのやめちゃって。お、じゃあ雨の作目行きましょうか。え、じゃあ行きましょう。うん。優しそうだし。そうそうそう、ね、そういうことです。優しそうなんです。じゃあお賽銭、まず100万あげてみます。100万。いいの？いいですね。さあ。お出てきましたね、女神。ちょっと、タロットっぽいもの持ってない。嬉しいね。これ成功、今 1.0 って出ましたね。これ大成功もあります。あら嬉しいね。さあ、で、今ちょっとあの、新人ものになってるじゃないですか。本当だ。なってますね。ちょっとあの、赤いのがちょこっと増えたと思うんですよ。うんうんうん。100で。はい。で、あれこう、どんどんお賽銭捧げていくとどんどん上がっていくんで、へー、ちょっと一気に今お賽銭あるんでマックスまで行きたいと思います。あらめっちゃあるマックス、はい、さっき100枚、奉納したのでそんな言っていいんですか。はい、残りね1900。お実はまずは2000でマックスまで行きます。2000でマックス、はい、すごいカウンター一気に上がったね。はい、あ、いっぱい行きましたね。はい、来た。あ、大成功、大成功、2倍。おお、こういうね、大成功もあります。おお、ただもうマックスですから。おお、すごいフルってなりましたね。あ、ほんでこうフレーム手に入りましたね、うんうんうん、今旅の撮影で使用しますと。ほー、はい、これも先ほど紹介した、うん、はい、旅の思い出アルバムですかね。あら、うんうん、はい、いいじゃないですか。 こちらで使えるということなので、うん、もうちょっと使っていきたいと思います、うん、で、今フルじゃないですか。フル、これ実ははい、あら、宝玉1個使うと、うん、上限が伸びます。おで、さらにそれをまた、お賽銭捧げることでまたアイテムもらえたりしますということなので、うん、はい、こういう形で、どんどんモーデ遊べるという。まだまだ伸び率がありますからね。伸び率ね、画面でどんだけ伸びるでしょうっていうの、ね、うん、はい、ということで、一旦メガモーデはここまでという感じですかね。はい、うん、なるほどなるほど。さあ、いや、すごいですね。すごいでしょ、ね、で、まあ、あの、うん、女神いっぱいいますから、うん、先輩女神。そうだそうだ、あ、はい、じゃあ自分の、うん、その日の気分で、うん、そうです、で、まあ、いろんなアイテムもらえますのでね、はい、いや、いいですね。あれなんですけど、まあ、せっかくなんで今、うん、フォトフレーム、はい、フレーム手に入れたじゃないですか、うん、そうですね。それを使うために、うん、旅の思い出アルバムのプレイをしたいと思います。思い出アルバムプレイ、はい、すごいっすね。やっぱ写真とかね。そうなんですよ。で、今、まあね、こう出てる情報だと、うんうん、まあ、その観光地って写真撮るだけかなと思うと思うんですけど、うん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 、実はね、いろいろあるんですよ。ん、なんかいろいろある、ストーリー的な
はい、シチュエーションがあって各都道府県に2つずつあるんですね。あら、はい、で今は、大阪の、うん、2つのうち1つを選んでいて今途中まで進んでます。で、これあ今ちょっと見れますね。旅でプランがあるんですね。旅のプラン、うんうん、で大阪2つある、あ各都道府県2つありまして、ほうで今この上のうん、お腹をすかして決戦の地へっていう、プラン選択してまして、うん、最終道頓堀なんですけど、上画面にあるように最初はなにわ橋駅で2個目の駅が大阪港駅、はいはいはい、で最終目的地は難波駅っていう、こう順番にこう、はい、進んでいって、まあ、一緒につくもちゃんと旅をして思い出をっていう感じの内容になっております、ね、で今、大阪港駅にいますので、はいはい、さあ難波駅に向かいたいと思います。お行きますか、はい、で好きなサイコロでね入れて難波駅に 1、うん、あまずは大阪港駅ですね、はい、大阪港駅に到着です。天保山、天保山ありますよ。昔よう営業行ったわ。あら、うん、でもちろんここの、海賊館ね、はいはいはい、あ海賊館じゃない海賊館海賊館海賊館まあまあしゃあないです。目に入ってきたから橋健さんしゃあないです。海賊館水族館ね、うん、その間違いはもう決して怒るんです。怒るんですか。怒ってしかりです、うん、目に入ってきたからね。海賊館ね、海賊がみんなツイートして、はい、水族館です、うん、水族館あるじゃないですか、うん、でそのこう話題が出てくるんですね、はいはい、まあ駅に知らんだ、うん、海の中の生活ってどんな感じなんでしょう。どんな感じかと普通に魚を追ったりするんじゃない。吉行さんは、吉行さん、海の中で暮らすなら何の建物があったら嬉しいですか。お、海の中で暮らすなら何の建物。すげえぶっ飛んだ質問来ましたね。質問来ましたね。俺一番欲しいのはカレー屋さんかな。カレー屋さん、カレー屋さん、海の中ですけどね。カレー屋の建物は欲しい。あ、カレー屋さん、カレー屋さん、いやね、建物でしょ。そうですね、カレー屋さん。建物って何、建造物ってこと。いや、まあまあ、なんでもいいじゃないですか。カレー屋なら、まあ、奈良の大仏とかになるけど。あー、なるほどね。じゃ奈良の大仏しますか。あれ、うん、そうね、大丈夫です、大丈夫です。奈良の大仏かな。私もカレー屋さん。いや、これでも質問がぶっ飛んでてどうしていいかわからないですもんね。ちょっとね何の建物があったら嬉しい。奈良の大仏が海の中で鎮座してた場合ですよ。かっこいいですね。じゃあ決定。ムーンか。なるほど、うん、なるほど。言える？奈良の大仏。おお、完璧じゃないですか。完璧よ。いいじゃないですか。そうよ。お、覚えた。お、奈良の大仏を。根性が。根性がこうありましたね。海の中の奈良の大仏。そう。いいですね。ロマンチック。ロマンチックやろ。ロマンチック。この辺出てんねん。この辺はもう出てもてる。あ、上に、上に出てんの。海面からこの辺まで出てんねん。そんな浅いところにいるんです。引き潮とかでまた変わるのかな。変わってくる、変わってくる。海の中の奈良の大仏。海の中の奈良の大仏、よ。すごい。生ガキとかついてそうですね。あー、ええー、ね、この辺に。生ガキ。バチやだろ。生ガキって言わへん。はい、ということで、難波駅に向かいたいです。ほんまに難波駅もう行っちゃう。行きましょう。遠いですか、難波駅。いや、もう近いです。5マス、5マスです。全然どっちかないですか。弁天所あるよね、九条行って。なんすか、弁天所。え、BTC BTC、なんすか。弁天所なんすか、全然わかんない。俺ら弁天所のこと BTC って言ってる。 BTC です。ちょっと全然わかんない。さあ全然って言うなよ。今、都合上いや、わかんないな。都合上ね、駅の名前やから。はい、ナンバー着きました。うわ、来たナンバー。ナンバー来た。金龍に到着です。金龍ね。金龍でよ、ラーメン食った。あ、ラーメン屋さん。ラーメン屋さんやね、これこれスタンダードじゃないですよ、大阪。何言うてんねん、お前。カプコンはお前大阪が本社やで、お前。そうだけど。私のために。あ、来ましたよ。あの橋のとこですかね、これ。あら、ほんまや。ほんまや、例の橋のとこやね。いや、ええ感じになってるやん。たこ焼きもお好み焼きもいっぱい食べ尽くしますよ。あら、おー、なるほど。ダンっていうとこあるの。長年の勘を使って行きたいお店を50軒選んだので。その橋の下のとこですか。橋の下じゃない。違う、ちょっと離れてんのよ。どんどん食べ歩きましょう。おいしいおいしい。食べ歩きましょう。うん、竹下も行って。それでは、竹下さんも行って。行ってる行ってる。なるほど。ここで写真を撮っていきましょう。という感じで、こう最初の目的地で写真を撮れるんですね、うん、あら、いいじゃないですか。で、どういう写真を撮れるかと今からやります。この後、美味しいものでも食べに
行きませんか。さあ、いいね。でこれ下画面の上のバーでこうアップズームと、あ、あ、はい、引きができるんですね。寄ったら景色の意味いいね。はい、で寄ったら寄ったらいいけど、まあ、景色結構その衣装とかも実はこれ、うん、下画面の右上にあったりするんで着替えられたりもするんですよ。なるほど。今回ちょっと着替えませんけど、はい、いろいろこう着替えられたりもするんで着替えてその好きな衣装で写真も撮影できる。すごい感じですね。いいね。でまあ戻っていただいて、ね、で結構やっぱりね衣装もしっかり写したい、この後見たいっていう、美味しいものでも食べに行きませんか、ユーザーさんたち声もいただいてまして、うん、結構引き出も撮れたり、引き出で顔をもっとアップで撮りたいっていう感じで、うん、アップで撮りたいもします。でこう位置右なのか真ん中なのか左なのかも自分でこう選べます。でまあ道頓堀だとやっぱり右側ですか ね、 ね、この感じだと、うん、この感じだとやっぱ後ろの ね、 ね、みたいですもんね。さあ準備完了しまして、うん、ここで、はい、これね3つから選びます。ほう、どういう感じで撮影するか。おお、やっぱかっこよくっていうのも欲しいかな。かっこよく、じゃあかっこよくでいきましょうか。普段見れないでしょ。はい、かっこよく、大体可愛くって言っちゃうかな。おお、力道山ですね。力道山ね、昭和のね、昭和来ましたね。笑いが来たでおい、ウェーブが来ました。ウェーブが、笑いのウェーブ来たでおい、空手チョップや。そんな考えてない時に受けられるとこっちも困っちゃう。ラフ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 、次もう一回来るよ。はい、で撮り直しができます、無料。これ撮り直しましょう、一回撮り直しましょうか。似合ってます。でさっきの三択実は変わります。あら、変わった。いつもランダムなんですこれ。そうなんですね、で、まあこれまた3つありますね。どうします？これやっぱり陽気な感じがいいですかね。さっきかっこよくですからね、うん、さっきかっこよかった、はい、陽気な感じ。じゃあ撮りましょうか。あ、陽気、ほら来たよ、陽気や、これ、ほら、ほら、ほら、原監督がこうやる前や、こっから逆ね、逆あ、こっからこう、どっち、で、これ陽気な感じでも陽気やろ、あの、絶対このポーズじゃないんですよ、実は。えそこも、あの、ランダムで、すごい、じゃあそこに合わせていろいろやってくれるんです。引き取るな、この子は。じゃあ、もう一回、じゃあ撮り直しましょうか。撮り直しましょう。私ってカレオットなんですよ。あ、陽気な感じで変な顔して可愛いんで、どうします？変な顔して、変な顔いきますか？ね、可愛いから変な顔。なんかゴージャスといえば変な顔ね。いやいや、変な顔じゃなくて結構モテタイプとやってるね。あ、そうなんだ。変な顔じゃあいきましょう。変な顔にしましょう。ほら、変な顔。うわー、変な顔。これ、いいですね。変な顔や。で、変な顔やで。変な顔。可愛い、変な顔してはる。これ、ショコラちゃんこれでやっぱ変な顔、女の子ってどうなの、本当に変な顔してたら。ショコラもこんな顔になるの。ならない、ならない、変な顔できない。怒ったらやもうやめろ。これもガチで怒ったら間違いない。で、ここでちょっと見てほしいんですけど、あの下画面、撮り直し、今度50、お再生が50必要になってるんですね。これ3回までは無料で、うん、あ、じゃあいや、だから、3回撮れる、2回までは撮り直しが無料でできるんですけど、そう言われるのもちょっとね。はい、さすが試写会側からすると、4回目以降はまあちょっとお再生が少しずつかかってるんですよ。そこはね、そんな撮り直しに言うな、はい、で、まあなんでこれで OK しますか。変顔ですけど、これでこれでいきましょう、OK、しましょう。大阪の旅最後ね、はい、見せしまってたこんな顔や。ここで、ここでフレーム選ぶんですよ。え、フレーム、フレーム、はい、さっき獲得したじゃないですか、うん、はいはいはい、さぐめさんからフレームを、あら、ありましたね。あら、今フレーム選んだら、ちゃんとフレームが、あら、いや、かわいいやん。いや、こんな顔で撮られると思ってなかった、はい、で、しかも、うん、いろいろスタンプ、スタンプ、はい、ほいほい、もう押せていけるということで、ちょっとスタンプも置いていきたいと思います。ね、あ、でもフレームちょっと、じゃあ変えてみます。その、あ、変えてみます。つくもんが見えるフレーム、うん、あ、こういう、あられみたいな、コンペイトーな、コンペイトーですね。あられ見てね、コンペイトー、折れてよ、そこは。あられって何でしたっけ、コンペイトー、はい、まあまあいいよ、はい、あられもあるか、あんなね、うん、まあフレーム選んで、はい、タイトルも入力に、タイトル、あ、なるほど、思い出の、そうです、あ、なんかお好み焼き食べたぞとか、そうです、いいよね、ほんまの旅やん、これね、そうです、そうです。うわ、どうしよう、これで自分が育てたつくもちゃんと旅をしているという感じで写真を撮っていく。つくもちゃんおったらもう何もいらんやん、はい、どうします、こう入れていいの、入れていいですよ、今どうともリチって入ってますけど全部消してもいいですし、ぜひぜひ、ぜひ消しますか、はい、黒服にナンパされた、ああ
結構されるんですか。やっぱね、ここら辺、ここの辺めっちゃおるんですよ、黒服に。でもうあかんでって言われてんのに、うん、女の子に声かけたりするんでね、みんな怒ってるんですよ。なるほど、うん、あんまり規制が厳しくないのかな。だいぶ規制が厳しくなったんやけどね、そのたびの女の子みんなこんな顔になってる。なるほど、うん、ああなるほどね、うん、なるほどなるほど、その記念みたいなね。おお、うん、だから女神からしたら何なのかなみたいな。確かに、うん、はいいですね、いいですね、純粋やから彼女は、はい、面白いですね。これでいこう。賢さ上がりましたね。おなんつってた、大阪城のスタンプを手に入れました。面白いですねかな、うん、面白いですね。ちょっと楽しんでもらえてたら、ね、うん、そうやってんやけど怒りながら。お外が暗くなりました。あ、これが夜というものなのですね。そうやね、うん、そういえば、うん、朝の挨拶はザリガニ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 でしょ、うん、朝の挨拶、うん、では夜の挨拶は何と言えばいいのでしょう。これまだ吉幸さん、お願いします。夜の挨拶、はい、こんばんにゃ、こんばんにゃ。ここはまあ夜の挨拶でしょ。あんまここひねくアメリカアメリカじゃなくてですか。アメリカアメリカって言ったら今ほらいろいろ問題あるやん。敏感敏感こんばんにゃこんばんにゃこんばんにゃじゃない、こんばんにゃ。あれ、お、それじゃあこんな感じですかね。ほうほうほう、こんばんね、こんばんね、こんばんね。あー、2番、2番ぐらいですね。近い発音はどれですか。お、なるほど、こんばんね。ダサいな、その通りでいいですよ。いや、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。こんばんね、はい、僕の挨拶、こんばんね、こんばんね、こんばんね、吉行さん、吉行さん、はい、こんばんにゃ。あ、言うてたから。てんてんてんで返したらこんちゃった。挨拶って楽しいですね。コミュニケーションやからな。これからも使っていきますね。こんばんね。そこでいけよ。こんばんにゃ。かわいい。かわいい。根性が上がった。根性上がりましたね。それで根性が必要だったんですよ、やっぱり。やっぱコミュニケーションって大変やからね。うん。さあさあ、そして、はい、まあ思い出をこうね、うんうんうん、見ていきますと、これいつでも見れます。はい、もう一度一緒に見ようという、今撮ったのが入ってますね。あー、いいですね。ほんまにそんな感じやんな、うん、思い出を話すやると会話できます。この写真、とってもよく撮れてますね。撮れてる撮れてる。あの時の旅、とっても楽しかったことを思い出します。あら、嬉しいですね。この時行った天保山の水族館、楽しかったですよね。楽しかったね。そういえばあの時、うん、吉行さんは海の中に、うん、奈良の大仏があったら嬉しいって言っていたことを覚えていますよ。そんなん言うた。そんなん言うてた。ずっと言われるんですよね。私、いつかそんな夢も実現するんじゃないかって思って。無理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 やから。そう、分かる分かる、気持ちは分かる。無理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 。奈良の大仏を作るという夢、うん、奈良にはもうまず言うよ。奈良には海がないんだよ。見てくださいね。うん、覚えとく覚えとく。でもその意気込み大事や、うん、うん、やってこ、やってこ。やってこ。いやー面白ー。いやーすごい。やっぱこの子とずっと会話できんねんな。そうなんです ね、 すごい嬉しい。で、あの、まあ、フレームと、うん、あと本当にあのいろんなスタンプがあるんですよ。スタンプもいろいろ手に入れられて、さっき大阪城のスタンプ手に入れたって出たんですけど、そのスタンプもあの写真にこう押して、うん、スタンプもあの拡大縮小とかできて、いろいろ設定してたりするんで、いろいろね、すごいな、はい、アレンジしていただければと思います。いや、好きになっていくな、どんどんこの子のことをね、うん、はい、続きまして、うん、衣装の紹介。衣装の紹介いきますか、うん、季節限定衣装ですね。はい、新しいの、はい、出ますかね、はい、今ちょうど着てたんですけど、実はつくもちゃん、うん、さっきやってたやつに、はい、2月の季節はですね、こちらのバレンタインエプロンと節分鬼装束ということで、鬼装束、はい、バレンタインエプロンはですね、先ほど着てましたが、うん、毎月1日から月替わりで配信されておりまして、高級つづらで入手可能となります。うん、うん、
これね、はい、覚えておいてくださいね。どっちもいいですね。ね、まあ髪型は、ね、はい、いろいろ自分のつくもちゃんになりますけども、ね、ありますので、ぜひ高級つづら手に入れてください。そして、何でも似合う、うん、こちら次、はい、あら、おもののけ大事イベントの魅惑の猫又大集合というのが、2月11日からスタートします。10日までがさっきの、はい、季節限定衣装で、11日 からはこちらのもののけ大事イベントになりまして、こちらのイベントの猫又頭に勝てば、今出てますね、はい、画面ね、はい、こちらのもののけ衣装、猫又姫をゲットできる可能性があると。先生、おこれ長いな、つがるかな。で、こうね、そうなんですよ、猫又姫を含むご褒美つづらが出演すると、うんうん、はい、結構ね、そう、高確率のつづらが出てきたりもするので、早めに手に入れられる人は運が良ければ早めに手に入るということです。こちらは2月11日から28日までということですね。こちら、あのさっきの、季節限定衣装もそうなんですけど、イベントプレイするには実施期間中にチェックイン、インターネット通信することが必要ですので、お気をつけください。インターネット、はい、うん、最後もう一個お知らせがあります。こちら、あ、おう、はい、追加コンテンツを任天堂 e ショップで販売中と、いわゆる、販売してる、シーンですね、はいはい、はい、空想蒸気世界スーツと浄化衣装というのが、あら、はい、可愛らしいね、これも、はい、で、ここにも書いてますけども、空想蒸気世界スーツは先ほどのもののけ大事イベント宮古の猫又大集合に有効な衣装になっている、うんうん、はい、相性とかね、属性とかありますので、ほう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 、はい、なるほどね、はい、こちらね、猫又大集合に有効ということで、うん、ここで有効なんですね。そう、なので、こちら買っていただければと思います。こちらね、ニンテンドー e ショップで買えますので、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、はい、イベントに参加するときはチェックインせなあかんわけですね、うん、そうですね、インターネット通信が必要となってきますので、うんうん、します、うん、お、はい、うん、なるほどね、はぁ、い、はぁ、あ、はぁ、あ、じゃあ以上でございますかね、これは、うん、そうですね、はい、はい、それで、最後キャンペーン情報、はい、あ、キャンペーン情報ね、はい、もうこれ明日までなんですよ。お、前もお伝えしましたけれども、あなたのつくもを投稿して女神めぐり特製バスタオルをゲットしようということで、コーディネートキャンペーンを今やってます、はい、こちら明日2月2日木曜日13時までなっておりますので、うん、まだ間に合う、まだ間に合いますよ、うん、まだ間に合う、はい、ぜひ、こちらはですね、女神めぐりの公式アカウントをフォローして、ハッシュタグをつけてご自身のつくもの写真とそのコーディネートのポイントをコメントに記載してツイートしてください。はい、こちら詳細、公式サイトご覧いただければと思います。以上です。うんうんうん、うん、まだまだこれから、まあ、遊べるということですね、はい、いや、よかったよかった。基本プレイ無料、そしてアップデートも無料なので、無料でございます、うん、はい、まだ遊んでないよっていう方はぜひ遊んでみてください、うん、はいはい、はい、女神めぐりの情報は次回も、うん、お届けすると、あら、嬉しいですね、いうことなんで、うん、ぜひお楽しみに、はい、女神めぐり今後もご期待ください。はい、カプコン公式ウェブ生放送番組カプコン TV でつながる。ザリガニザリガニ。